最近は自分のことはしっかりしてて相手は関係ないっていうふうにやってるのね。で、相手は自分はしっかりしてなきゃいけないんだけど、相手は関係ないの。相手は関係ない。そして自分がまっすぐ、そういうことね、そういうことを言ってるのね。じゃあ転換からやりましょう。ここ行けないからしょうがなくてこっち回ってんの。こっち本当は行きたいんだけどぶつかっちゃうから、だから仕方なくてこっち回ってんの。そういうふうに本当はこっち行きたいんだよって、そういうふうに思ってないと、回ってるのが正解じゃないからね。こう回ってんの、回っていかないように、ここはここだから、ここ。そしてこういうふうに。だからここ重なってんの。で、近いの。こう離れてないの。こう近いの。それで、まあビューって上げてくるんだけど、上げてきた時は自分の中に入ってる。まあそういうふうにね、彼がいるから、こういうふうに回ってんの。しょうがないんだけどね。そして邪魔しないで、彼を邪魔しないで、でこういうふうに落としてくる、そういう形。で上と下両方やりましょう。下はこういうふうにして下で、最終的には自分の下。こう離れててもいいんだけど、こう来て自分の最後は自分の下。手だけでやるとこうになっちゃうから、全体でこういうふうに、こういうふうに自分の下ね。最終的には自分の上っていうことは向こうじゃなくてこっち、こう近づかないと上に行かない、こう彼の上になっちゃう。で自分の上っていうのはここだからこういうふうに近いの。そして下げてるの。そういう形ね。それでこういう上こう手でやってないよね。手でやるとこうなっちゃうから、手でやらないように、なるべく手でやらないように、足が自由で手でやらないってことね。それで上と下やりましょう。競わないって言ってんだけどね、競うんですよ。こうやつどうやってうまく テクニックを使って、僕のテクニックを使ってここを競って、こういうふうにやっつけてっていうことを考えてたらね、合気道じゃないから、こう知らんぷりしてんので、彼が勝手に倒れたの。そういうふうにやってほしいの。自分が倒したんじゃないんだよ。自分が倒してって、こうやって倒して、グッて力がすごくあれば倒せるんだけど、倒さないの。それ力なくても倒せるの。そういうふうにやってほしいんですよ。で、競うのは練習で、競うのはそういう、競えよって持ってきてんだしね、競えよって、で、彼に乗らないの。競えよって持ってきてんの。いろんな意地悪して持ってきてんの。で、これね、すごいよ。で、その時に、こう、やだよって壊しちゃったら、力同士の競い合いになっちゃうの。だから、こうやってやったら、こうやって、真ん中から足が自由。で、ここは動かないとこだからね。動かないとこだから、例えば、まあ、いろいろやってくんだけど、やってきたらこう転換するとか、そして、この中にこう入れてくるとか、そういうこと。で、ここで競ってやってる、練習してるわけじゃないからね。競わない練習してるんだから。競ってない練習してるの。で、自分が安定してる。そして、こういうふうに足自由で、ここでやってないんですよ。ここでやらないように、競わないように、
競わないための練習だからね。あの何やってもそう、競ってないの、こう競ってないの、こうやっつけてやろうって言ってたら競い合いになっちゃうの。だからこう隙間が見えたら隙間に入ってきて、そしてこういうふうに、そしてこういうふうに上がってきたらこういうふうに、手でやってないんだよね、何にも手でやってないの、こういうふうに投げようとしてないの。だからそれをこういう場所はそういうふうにやってほしいんですよね。競うのは簡単だから、競ってないの。で形がいろいろあるので、塩投げとかね、形がいろいろあるので、まあ塩投げからやってみようかな。じゃあ投げね、おい、後ろから後ろにこう入って、この手、これ競って、こっちの方持ってったら僕が溜まってんだから来ちゃうんだよね。だからここの手を取りに来てんだから、どうぞって向こう、そして自分が抜ける、そして下に落とす、それだけなんだよね。で表はこっちだとか、こう種目でこうやってやって線を外してとか言ってんだけど、あの関係ねえから、その僕は関係ないふうにやってんの、関係ないので、こう来たらこういうふうにお手返しとか関係ないの、ここ競わないの、競わない練習だから。それで塩投げアルミション、ね、まあ、まっすぐこうやってったら競いなの、だから力の方、強い方が勝っちゃうの。でも僕はこういうふうにやって、こういうふうに、あの足が自由だから、あのなんていうのかな、そういうところを探してるって感じ、探してるって感じね。じゃあちょっとやってみましょう。あのね、みんな足がね、不自由じゃないんだから、足が自由に行けるの、どこでも。でこういうふうに来たら、こう歩いて行けるの、歩いて全然平気なの。広いんだからね、あんまり足を止めて、こういうふうに ここで足を止めてると、ここで競い合いになっちゃうから、足を止めないの。足、そしてこっち入ってきたら、こう自分、足、なんか足がみんな不自由のやってるみたい、こういう感じじゃないんで、ここは関係ないんだから、そういう練習なんだから、こういうふうに足を使ってやってほしいんだよね、そういうこと。じゃあもう少しやりましょう。待っててねって言ってからこうやってやるんじゃないんですよね。こうやって掴まれたら終わりなの、終わり、ボカってきて、うわって蹴りが来て終わり、終わっちゃうんだから。だからこうやって見せて、掴みに来たら空を切って掴めないようにしたくたいので、見せてんだけど、これ餌、あの巻き餌と同じ餌パクンって食った、力が入った時には僕はいい位置にいるの。そういうふうにやってほしいんだよね。でこうやってやって持たせてから、こうやってやったら待っててくれてんだから やれるんだけど、こうやって持たれた瞬間にやられちゃってんだから僕はね。だからこうやって持ちに来た時には資格もらってんの、彼の資格。それ僕は何でもできますよ、で彼は何もできませんよっていうふうにしたくたいの。こういうふうに餌を見せて、こういうふうに資格で、ね、こうで彼反応が良ければやってくるんだけど、いろいろやってくるんだけど、やってくるんだけどやってくらいで来ない時にこういうふうに出てくるとか、やってこない時にこう四角入ってきて、こういうふうに来たから、こういうふうに足が自由だとこういうふうに入れるとかね、そういう四角なの、四角で持ってきたから、こういうふうに入ってきて、こういうふうに入ってくるとか、こうあのなんていうのかな、その塩投げとかそういう形っていうのは、そういう持ってくるの、そしたら資格もらってんので、ここは気にしない、相手のこと気にしないことなので、さよならってこうやって、さよならでも安心、
僕は何にも影響ないっていうふうにしたいわけ。これやっつけることをやっつけ、ここの手をやっつけることが目的になっちゃうとやられちゃうんだよね、逆にね。それから待っててくれるの、待って待っててね。それから、いや待ってないよ、誰も待って、ね、もう掴んだら、いや掴んだらやってやってくるんだからね。だから掴ませないの、掴ませないの。それ掴んで肘が来たらこういうふうに入ってくるとか、そういうふうにやってんだよね。だからまあそれで形があるってことね。それで掴まれたら終わりだと思ってるから、それで掴まれたら終わりだから、次こっちこっち後ろ後ろ、そして後ろ来て起きてきたらこういうふうに、起きてきたらこういうふうに掴まれたら終わりだと思ってるの。あ、だから掴まれないの、掴まれないでこういうふうに入るの。そして起きてきたらこういうふうに彼が寝っ転がってそのまま、まあそのまま、そのまま寝っ転がっては何もしないんだよ。で、さよならなんだよ。で、彼が起きてくるから、起きてくるからこうやってんだよ。そういう、そういう話なの。だから、相手を見てるってこと、関係ないって言ってんだけど、相手を見てるってね、相手を見てる。で、鹿が入って、鹿が入ってこっち。そしたら、起きてきたからこう入ってるって、そういう話。じゃあ、リミ投げという形じゃあこうにやりましょう。四角だけもらうの、四角だけ、四角、四角っていうのはこう、四角、四角、そしたらさよならって、それでもいいよ。何しろ四角もらうの、こうここ気にしてたら、まあ、気にしてたらこういうふうになっちゃうの、後ろ入んなきゃって思っちゃうの。だから四角もらうの、四角、四角、こう四角、そしてさよならってでもいい。それからもう後ろ四角もらえたらからこういうふうに入る。四角もらえてから、四角もらえないうちにこっから、早く待っててくれるから、待っててくれるからいけるんだけど、まあ四角もらうの、それから入るの、資格もらう、資格もらってから入るの。そしてこう、なんていうの、順番付けてやらないと一度にはできない、できないから、こうやって一度にはできないの。だから最初に資格もらって、それで自分が安定してるのが目的だからね。目的っていうのは自分が安定し、自分が安全。殺し屋やったんですよ、昔の人はね。で、森平先生とかね、王先生の時代は殺し合いだったんだけど、それを合気道っていう形にしたっていうのは、こう四角自由に動きましょうね、相手気にしないでさよならねって、殺すのからね、そういうふうになったの。自分が安定してる方が大事だねっていうふうになったので、そういう進化してるの。だから自分が安定してるの、安定して安心、安全、全然何にもない。で、離れたら、ありがとうなの。向かってきてるのにさ、向かってきてるのに、こうやって離れて、さよならってできたら方が、いいんだよね。こうやって来て、ボカって来るんだから、刺されちゃったりなんかして。だから、こうやって離して、さよならって、その方が安心、安心。で、そういうことを、だから、合気道はね、やってんだよね。こう、さよなら。で、見てる。感じてる。だから、転換の時もこうやって感じてなさいよって言ってんの。で、入る時は、こういうふうに入っていくんじゃなくて、こっちに入って、こういうふうに。それから、向こう見てる。で、ここを感じてる。感じて、次の反撃を感じてるっていう、そういう話。で、次の攻撃が来るから、こういうふうにやってる。こういうふうに足をついてくるとかね。で、ここは気にしてないんだけど、まあ、いるからね。彼がいるから、こういうふうに倒れてきちゃったって、そういうふうにやってるのね。こういうふうに、こう、倒れてきちゃったって、そういうふうにやってる。まあ、そういう話。だから、最初、こういうのやろう。こういうの。四角に入るのね。四角取るの。
じゃあでって企画もらったんだけど、ここにいたら反撃もらっちゃうの、反撃あもらっちゃうんじゃないの、資格もらったけどボサッとしてたら反撃もらっちゃうの、だからボサッとしてないってことなの、ボサッとしてこうね反撃して待ってんだから、こうやってこうやってこうやって来た時もこっちの手待ってんの、でこう見てんの、だからこの手やばいなってこういうふうに、そうしたら当然この手が来るとかこの手が来るとか、そういうふうに待ってりゃ来るんだよね、だからこういうふうに入ったら入ってもいいよ、じゃあこの手を使って、この手を使う、この肘でもいいや、こう肘を来たらこういうふうに落としてこれるよっていうふうにやってんの、だけどね、だけどあ一番安心なのはこういうふうに入ったらさよならって、で間合いを取ってれば安心でしょ、でこういうふうにこういう位置で待ってたらやられちゃうんだから、やられちゃうんや、ほらやられちゃうの、でやられないんだけどやられちゃうのっていうふうに考えてるの、反撃の余地がなく、余地をなくしたいの、反撃の余地、余地をなくすためにはさよならって、そしたら離れてりゃ安心なんだよね、飛び道具とかない限りね、あの畳一枚ぐらい離れてりゃ一歩踏み込んでくんだから、そうそれから掴んでくんだからね、そういう話、そういう話で、で途中こう後ろ入ってきた途中にここ引っかかってんの、ここをこうやって引っかかってんの、そして入ってきたらこうになってるの、でこの時には四角に入ってるの、四角に入ってるってことはここを四角見てんの、四角見てんの、四角見て足がさばいてきてこういうふうに、そうだからこうね、そしてね、こう、そしたらこっちが来るかもしんない、こっちが来るかもしんない、そして来てもいいんだけどね、来てもこういうふうにさばいてくればできるんだけど、まあそういうふうに、そういうふうに考えてるってこと、いつも考えてるってこと、こういうふうに来たらいつもこっちが来るとかこっちが来るとか考えてるってこと、考えてないと想定外のことをやられたらやられちゃうんだよね、だからやられないようにするの、やられないようにやられないんだよやられないんだよ、だからやられないようにしたいので、それで技があるの、やらそう、やられないの、こうやられないの、やられない、それで安定してるって、自分が安定してるのすごい大事、安定してないと追っかけていっちゃったらこうになっちゃうし、こうになっちゃうのね、投げていっちゃったらこうなっちゃう、だから自分が安定してる、そして安心の位置、そしてこういうね安心の位置、それでさよなら、来たらしょうがないからこうやってやるんだよって、そういう話ね、じゃあ入り身投げをちょっと連続してちょっとやってみましょう、反撃の位置もらわないように、今はこういうふうに手を出して持ってきた時に四角っていうことだけどね、正面打ちとか横面打ちとか、横面打ちとかね、それからなんだ、あと後ろ通りとかね、後ろ通りとか あるのね、それで同じように稽古の目的はそのなんていうのかな、相手に自分が反撃もらっちゃわないってこと、反撃もらわないってこと、それで自分が安定してていつでも逃げれますよ、いつでも安全な場所にいますよって、そういうのが目的だから、殺してどうのこうのとか、相手を殺してどうのこうのっていうのは昔の時代なんだね、だから我々はそのなんていうの、こうやばいなって、そういうやめなっていうそういう気持ちを大事にしてるんですけどね、それでいろんな形があるので、後ろ取りではこう、後ろ取りね、それで足が自由で後ろを通る、でこういうふうに落としてくる、そして上げてこういうふうに落としてくるとかで、正面打ちだったらこういうふうに入ってきてこういうふうに落としてきてこういうふうに入るとか、
いろいろ形があるのね。あの、でその時に一つ一つは反撃をもらっちゃないってこと。こうやってやって、こうやって、そう、こう来るのね。こう分かってるってこと。分かってるってことだから、この手を止めたいんだったら、こういうふうに来て、こういうに止めてる。あの、これが出てくる前に止めてるってことね。これが出てくる前に止めてる。そして下に落として、こういうふうに上がってきた時には、やってるっていう、そういう話が大事なんだと思うんだけどね。まあ、いろいろ形があるから、形をいろいろやって、形をね、こう、そう、それから、こういうふうに入ってきてもいいよ。それからこういうふうに入ってきて、入ってきてもいいよ。そう、こういうふうに入ってきてもいいよ。ね、そうそう。で、こういうふうに入ってきてもいいよ。ね、こう、ああ、そういうふうにね。で、また、だんだん楽しくなっちゃうけど、まあ、そういう話ね。で、いろんな持ち方あるから、あの、いろんな形でやってみましょうって、そういう話ね。で、目的は、相手に反撃をもらわないってことだから、反撃をもらわないで安心、自分が安心。だから、あんまりテクニックに走るんだったら、難しいテクニックは、そのテクニックは置いといて、自分が安心な位置、そういうのが大事ですからね。じゃあ少しやってみましょう。競い合わないってね、競い合ってたら競い合ってたら何にもなんないんだから、競い合わないってのはもう、なんていうのかな、最初のその目標だから、競い合ったらもう終わりってこと、終わりってことはもうその、なんていうの、その合気道じゃないからね。競ってたら合気道じゃないの。だからそういうふうに思ってないとダメ。だからこういうところ沿ってないの。こうしてこういうふうに、あの、なんていうの、反撃の余地がないとかいろいろ言ってんだけどね。そしてこう沿ってないからこういうふうに入るの。こういうふうに沿ってないから、こういうふうに沿ってないから、沿ってないのね。こういう沿ってないように、沿ってないっていうふうに沿ってないの。ここは競ったら、うん、したの。だから競ってないで、こういうふうに入って、競ってないの、あれ、競ってない。そしてこういうふうに、そういう競わない練習、こう引っ張り込んで、この手使いたい。だから、この手見てるってことね。この手見てて、こうに、この手見てて使えないようにしてる、使えないように。そしてこうに落とすってことね。じゃあやりましょうか。あの、このこうやべえなって、やべえなって、こうやべえなって、この手があるの、やべえな。だからやべえなってやるときは、やべえなって、こうこの手見てんの、この手見てて、あ、ごめん、この手見てて、やべえなって、こういう、自分が安定してて、足とか手とか見てる。そして足が来たら、こうね、足が来たら、こういうふうに下がってる。そして下がる。そうね、それ手が来たら、やばいって、こういうふうに、そういう感じ。ここはつながってんの。でも手はブロックしてんの。こういうふうにブロック。やべえなってこういう感じ。やべえなってこういうふうにやったら来ちゃうんだけど、やべえなってこう。やべえな。そして自分がさばいて、こういう形ね。こう、やばいななんだけど、やばいな。で、こういうふうに下がって。こういうふうに、な、この手やばいな。ちょっとやばいね、これやばいね、こうね、やばい。そういう感じ。じゃあこの今の形ね、あんまり競わないで、ここで競わない、やられちゃうから、競わないで、この手で防ぐ。だからどうでもいい、こう変な風になってるけど、どうでもいいので、この手を防いで、
こういうふうに。じゃあそれでやってみましょう。競わないで相手の手を止めるっていう目的だとどうしてもこうやって競っちゃうんだけど、この手を止めるんだから、この手を止めるんだから、この手を止めるんだから競ったら損しちゃうの。だからこの手を止める目的には、この自分の中心の肘とかね、そう、この線大事なの。このうわこれ来たんだから、これ競ってたら、だからこう来たらこう止めてるの。そして最終的には自分の下って、そういう話ね。そしてこういうふうに、ああやばいなって、こういうふうにやばいなって気持ちがないと、あもらっちゃうからね。そしてこう手があるでしょ、手がのままこういうふうに来れば一挙になるの。こういうふうに一挙になるの。これやばいなってこういうふうに止めたの、止めたのこういうふうに止まってんの。そしたらここでどうでもいいからこう持つか、こう持つか、どうでもいいな。で、こう。そして、ここ、突っ張ってる。ここをこういうふうに出してくる。そして、こういうふうに座る。こういうふうに、ね、やばいなって。そしたら、こういうふうに持ってるの。こう。そして、自分がこういうふうに。こう、どうでもいいよ、これね。どうでもいい。こういうふうに。そうすると一挙の形できるからね。こういうふうに入って、こういうふうに入って、でこここういうふうにこう、そうしてからこう、じゃあ一挙やりましょう。次やりましょう。次あのね、止めるのが先なの。止めるのはこうやって止めるのが先なの。こうやって持つのが後。これやられちゃったら死んじゃって終わりなんだから、こうやってうまく持ってたとしてもね。だから止めるのにはこういうふうにやばいなって、そしてこういうふうに入ってるの。だから止めるのが先、止めるのはこうやばいなってこういうふうに入ってるの。こう入ってるの。そしてこう下げながら、この緩みはね、緩みはこういうふうにこういうふうに来てんだよね。こういうふうに来てんだよね。こういうふうに。で、こういうふうに、反発が来てんの。で、こう止めてんの。こういうふうに。で、こうに入ってんの。だから、手先とか、手のことは関係ないの、あんまりね。要は止めること。こう止めること。止めること。それからこういうふうに入ってんの。こういうふうに、それだけだからね。止めるのが大事。止めて、あそう、止めてこっち来れば三挙だよ。頭に来ればっていうか、こう来てこっちから入ってきたから一挙なの。一挙でこっち入ってきたら三挙なので、こう止めるよね、止めるよね。そしてこういうふうに来て、こう来たら二挙なの。で、こう来たら四挙なの。そういう形なの。じゃあ いろいろ試して一挙だけじゃなくて、一挙はこっちから入ってる。こっちから入ってるの。こっちからね、こう入ってるの。で、要はこの手を止めるってこと。それから三挙だったらこうね、三挙で二挙だったらこういうふうに来て、こういうふうに自分の方に持ってくるっていう形ね。ここね、そう。それで三挙だったらこうで、四挙だったらこう、四挙だったらこういうふうに落としてくる。三挙だったらこうで、いろいろできるから、じゃあやってみよう。はい、どうぞ。こういうのはこういうとこ行かないっていう、競わないっていう、そういうあれだから、競わないでこうね、競わないでこういうとこ競いたくなっちゃうから、人間だから
でここ競わないの、競わないで自分の中心、自分の中心が大事。まあこれは やっぱり数やんないとダメなんだけど、まあそういう話ね。じゃあ